はいどうもマサピアです。今日はですね、視聴者さんからではなくてですね、たまには俺がちょっと自分で調べて、海外の方とかのね動画を参考にして皆さんに、小ネタ系とかなんかお役立ちの情報を提供したいと思います。少し告知させてください。この間やった生誕オフ会のグッズが通販開始しましたね。ぜひ来れなかった人もこの機会に、オリジナルグッズゲットしてみてください。詳しいことはね、もう一個の僕のチャンネルを見るか、概要欄と固定コメントにも載せておきますので、そちらの方を覗いてみてください。よろしく。で、今日のお相手なんですけれども、こちら、パン屋の小麦ちゃんですね。まあ小麦ちゃん別にメインキャラでも何でもないねんけど、まあプレイヤーキャラの中でね、こういう扱い結構珍しいと思うんで、まあ登場させてみました。まあ関係なくいつも通りハグしときます。残念だったな、小麦ちゃん。はい、というわけで一発目はこちら。これ何かっていうと、まあ小道具とね、ちょっと小ネタを、合わせてるような感じやねんけど、そう。道路にね、こうやって落とし穴を設置して、ちょっと車を落としたいと思います。はい、じゃあちょっとやっていきましょう。これね、ちょっとこういうのね、めっちゃ久しぶりにやるからちょっと楽しみやわね。これ今車オフにしてるからオンにします。はい、ピッ、はい、こんな感じでオンにしたら、まあ車がどっかから走ってきて、あ、来た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 、早速来た早速来た、で、あはははは、こんな感じでいいね、ちょっと早かったな、めっちゃくんの。ちょっともう1台ぐらい来てほしい。ちょっとカメラアングルこれ大事やな。ちょっと見やすいところに。お、来た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 。おう、やつ来た。さあ、来た来た。ドン。いいね。いいよこれ。めちゃくちゃ捕獲率高いな。これどうなってんの中。ああ、こんな感じでね。はいはいはい。もうなんか平然と走ってるけど。いや、もう落とされてんの気づいてないんちゃう？ ID はこちらでーす。はい、じゃあ続きましてはこちら。この小道具やねんけど、まあパッと見なんとなくわかると思うんだけど、この工事してるところですね。まあ工事現場かな。でこれね、本当は物語でね使いたかってんけど、あのね、ここの中にね入ったらこんな感じでちょっとダメージ食らっちゃうんすよね。なんでちょっと物語で使うには、難しいかなと思ったんで、まあこれで、またですね、この中に生徒をちょっと落としたいと思います。じゃあまずは生徒を集めましょう。もうサクッとね集めたいので、もう1年1組でパッと来るを押しましょうか。ここで、プレイヤーを、来るついてくる、はい、 NPC ついてくるで、はい、これで、これさ、なんかしらけど俺いつもマキちゃんだけついてけんねんな。マキちゃんだけついてけんから、こうピッと、もう全員来てもらいましょう。ねえ、これは屋上の方がね多分いい。ほら屋上でね、ここから登れるところあるから、これでちょっと全員呼ぶか。じゃあ全員呼びましょう。はいはいはい。でこっちまでちょっと登ってもらってと、はい、これでみんな、え、みんな来てない？あれ、どうしたの？ん？みんなどっちなの？あれれ？何してんのみんな？ちょっとみんな何してんの？下行って、しかも陸をどうしたお前。はい、じゃあこんな感じでみんな来たね。オッケーオッケー、よし、ここでいいな。でここが、こっから落ちたらあそこに入るから、まあちょっといい感じにここにね、実は座れんのよね。はい、こうやって座って、でと、じゃあちょっと見るか。じゃあこのついてくるオスよ、どうなるか楽しみやな。行くぞ、せーの、ピー、はい、うお、え、あー、なんか、あ、なんか飛んでる、うん、どうなった、あはは、飛んでる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 。でもやっぱり何人か逃げてったな、先に誰かが落ちたの見て。すげえ、すごいことなってる。誰あれ一人、なんか雄大か、雄大かな、あれ、あいつうまいことあそこ立ったな。あなたやるわね、私の作戦に気づくなんて。 ID はこちらになってます。はい、じゃあ次なんですけれど、なんかねサーカス団の人みたいな服装にできる、衣装にできる方法があったんで、ちょっと皆さんにも紹介したいなと思います。まずこのプレイヤーキャラの方を陸上着にします。それで着させたい方の、相手をこの NPC ね、 NPC がまあ変身する感じやな、だから、NPC の方をサンタガールにします。
で、この陸上着の方の色を変えましょう。まあぶっちゃけね、色ってまあ何でもいい、みんなが好きな色でいいと思うねんけど、まあ一応なんかそのサーカス団っぽい感じの、服にしたいから、じゃあここをちょっと青にしてこんな感じかな。はい、じゃあこれでいきましょう。で、この NPC の方のこのサンタさんのね、この帽子の位置をねちょっと変えときましょう。まあこのヘアアクセサリーのところでこうやってさ位置調整できるから、ちょっとピエロみたいな感じの位置にしたいから、あ、こういう感じやね。大きすぎてもダメだから、あ、この辺かな。で、さらにもう一個ね、キャラ編集のこの、アイテムのこの頭でサンタの帽子もう一個つけましょう。で、これで同じように、こうやって位置調整して、左右ね、非対称にしましょう。ちょっとこの辺の一回、自分でいじります。まあこんな感じかな。で、頭のねこのアイテムでつけた方の色はね変えれます。ここにね映ってないねんけど、実はこれポチって押したらほら色変えれるので、じゃあこれもちょっと青にしときますか。そして、座布団をねこうやってちょっと2つ用意しましょう。で、この NPC をですね座らせましょう。そしてこの NPC をですねこうやって座布団で小さくしましょう。はい、小さくしました。そしてさらにこの NPC はですね、上半身だけをねちょっと大きくしましょう。これちょっと小さくしたらさ話しかけづらいから、こうやってちょっと上に上げたら、あー、出たトークが出たから、じゃあこれでね、上半身だけをねもっと大きくしましょう。で、上半身大きくするやり方はこの、アイテム欄を押して、この上半身を押して、で、ここの位置調整っていうところを全部って押します。すると拡大したらまあこんな感じで上半身だけグイッとこう大きくなるので、まあ後で調整もできるから、まあちょっとこの辺はいい感じにちょっと大きくしといてと。そしてプレイヤーキャラの方は逆にこの上半身を、なくしましょう。はい、さっきと同じやり方でね、この拡大の方を逆に今度縮小してこんな感じでなくしましょう。はい、じゃあこの状態でこのプレイヤーキャラの方をこのアニメスピードをゼロにします。はい、これをゼロにして、この今話しかける画面、トーク画面出てんねんけど、これで運ぶを押してすぐにトークをします。いや、これちょっと難しいねんけど、ちょっとやってみます。せーの、ピ。はい、これ失敗しましたね。失敗したらもう一回こうやって座布団座って向こうも座ってもらって、いや、これマジで難易度高い。よし、今できた。見た今のいやマジでね結構大変やねんけど。で、この状態でこれで下の下半身にこうやってくっつけます。はい、キャラの位置調整でね、はい、こんな感じでくっつけてと。お、いいんじゃない、どう、まあまあまあいい感じじゃない。ちょっとバランスおかしい、若干バランスおかしいか。まあでもこの辺なんか自分で調整できるからさ、ほら、しかも歩いたりもほら全然できるからさ、まあ使えるっちゃ使えんねんけど、まあ、結構そのやり方がねややこしいっていうのと、あとポーズがね結局自由に変えられんっていうのがちょっと厄介やねんな。ただまあこうやってジェットパックとかもさ使えるし、まあまあ普通に遊ぶ分には全然いいかなと思います。はい、というわけで今回はここまでとなります。またみんなからの小ネタバグ情報や小道具 ID、 あと物語のリクエスト等々はですね YouTube のコミュニティ欄か、まさしみの Twitter の方まで送ってください。みんな、あの小道具送るとき絶対ね小道具何書いたかをちょっと書いといてくれたらめっちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。